さあ、そうしましたら、エピソードを育てに行きましょうか。エピソード一覧からの、おい、美しき少女の女神。あ、すげえな、これ。やっぱりね、ピックアッププラス、星4ですよね。星4まで引けると伸びるんですよ。伸びるんですよ。そうなんです。伸びるんです。伸びますよ。伸ばしますよ。ニュルニュルといきまして、はい。レアリティアップスター2つありますので、使ってきまーす。レアリティアップ!レアリティがアップいたしました。新しい章が解放可能になりました。ホワイトアウトからの能力ボードが拡張されます。そしてね、そしてシークレットボードも解放していきますよ。どうしましたら、いかつ OK解放。ニュルニュルニュルとストーンの小セット、ニュルニュルニュルとストーンの中セット、ニュルニュルニュルとストーンの大セット、ニュルニュルニュルと箇所石10個、ニュル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 キャンピーチ。ミクオちゃん、ありがとう。あら、おっと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 、上出来だわ。トルソーを受け取りまして、これはやばいな。新しい衣装ゲット。やばいやばい、これはすごいぞ。さあ、シークレットボードの方もやってきますよ。間違えた、シークレットボードに切り替えまして、来ますよ。あ、でもトップページ、ホームか、ホーム画面がフレイヤだったからカットイン入るのフレイヤなんだな。まあいいだろう。この風、なんかワクワクする。ルンが抑えられ、はい、プレートがプレミア化しました。じゃあまずはプレート見ていきましょうか。ショータイムオン、ナイス。おい、こんな感じですね。キラッキラですよ。キラッキラ、素晴らしいですね。はい、この猫ちゃんポーズかわいいです。たまらんですよ。いやー、 3D モデル見るのにほんとワクワクしちゃいますね。オーラワクワクすっと。でやりてやっぷ前、ちょっとね、これ体のひねりの問題かな。ちょっとポーズは残念かな。うん、これです、これですよ、これ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 ね、これね。ちょっとプレミア化すると雪の結晶、ここら辺が写りがちょっと残念だな。プレミア化しなくて十分いい絵です。素晴らしい絵です。うん、先に進めなくなっちゃいます。はい。じゃあ楽屋へ移動しましょうか。ホーム画面からですね。そして今回の衣装もやっぱりチュラミ現在進行形ではなく唇の凍傷でね、出るということなので、あ、久々にホーム画面みくもちゃんに変わるような気がします。フレイヤビヨンちゃんは衣装所持数43分の43からのみくもちゃんに切り替えていきます。あ、ライデンシャフト、これもなかなかいい衣装ですね。はい、衣装所持数が40分の40、フルコンプリートですよ。ミクムギヌメール、年齢当てなさい、出身地不明。衣装変更していきましょうか。ニュルニュルといきまして、はい、来ました、アイスフラワー。上出来だわ。いいのか、これ見ちゃっていいのか、見ていきまーす。さーて、トフさーてと。はい、かかとのブレード、ん?ブレードでいいのかな?レール?レールではないな。ブレードでいいのかな?
が、皆さん共通。これで一応5人分は揃わないんだ。そう、レイナさんだけ取れてないんだよね。レイナさんがね、取れてないのが、スケート衣装、あとチア衣装、取れてない。あと、闇級レイ賞は、マキマキが取れてない。なんかね、うまくこう5人揃うってる難しいですよね。どうしてもね、キラキラの、星6衣装になっちゃうとね、なんか、これはすごい。わかりますかね？ここのラインなんですよ。これもちょっとフェチズムっていうんですか、うん、セクシーポイントですね。たまに、外を、ここやば、なんてセクシーなんだお尻の割れ目が見えそうですよこれそう、なんかランニングしている人でなんかね、こういうスパッツ系のを履いて、上にそのズボンとか短パンスカートとかも履かずにね、そのピッチピチのスパッツのまま走ってる人とかいるんですよ。いや、あれ恥ずかしくないのかなっていうね。いや、こういうラインは、すごいなこの衣装。こういうね、エロチックなところじゃないね、そうじゃないところもしっかり見ていきましょうね。いやー、でもやっぱり背中がガッパーだねこの髪の毛のこの巻物もすごいな。いいですよ、縦向きにしていきましょう。はい、これは、セクシーですね。確実にセクシーです。はい。みくもちゃん、セクシーです。あ、今回の髪の毛も、いや、くるっと回るな、回るな。回らないでくれ、みくもちゃん。見せてくれ、この髪の毛をね。また珍しいパターンですね。タコさんみたく、1、2、3、4本ぐらい分かれてるパターンと、なんか稲妻みたいなパターンとかもありますね。これは新しいパターンですよ。むしろ星6じゃなくてよかった、この衣装。簡単に。まあ簡単にではないですけどね。30連ですけど。30連で取れて。いや、よかったですよ。このスケート衣装のね、この後ろの、まあ、ひらひらベールというか、なんていうんですかね。ベールじゃなくて、なんだろう。この雪の結晶の動きとか、よく作り込まれてると思いませんか？皆さん。歌マクロス素晴らしいと思いませんか、ね、これからもしっかりと応援していこうと思います。おい、じゃあこれで一曲見てまいりましょうか。はい、そうしましたら準備してまいりましたよ。これでちょっと一曲見てまいりましょうか。レイナさんだけね、取れてないので、一人だけ違う衣装っていうのは嫌だったので、レイナさんとマキマキ、二人は、貴族衣装、ノーブルですね。おきまして、三人は、真ん中の三人は、アイスフラワー。見ていきましょう。最高の歌を届けてあげるわ。最高の歌を届けてあげるわ。そして唇の凍傷はね、これ絶対歌えませんのでね。演出をしっかり見ておきましょう。油断するなよ。油断するなよ。結構ね、このアラド隊長のミクモちゃんからバルキリー好きです。まだまだこっからだ。まだまだこっから。あとでゆっくり見よう。あとでゆっくり見ましょうね。エウレカさんはあとでゆっくり見ますよ。でね、あと、実はね、カナメさんだけは、カナメさんだけじゃないな。あと、フレイヤーも出てるな。カナメさんペイント。よし、一気につけるぞ！ペイントね、ミクモちゃんペイントバルキリーはね、まだ出てないんですよ。それね、出してほしいなと思いますね。あとは、まあ、ちょっと前にも言った通りね。ボーグさん。敵さんのお出ましだ。ボーグさんの期待ですよね。デルタ6もしくは赤騎士仕様のね。それこそこの唇の凍傷のタイミングで。楽勝だったな。超歌姫モード突入。
そこの唇の凍傷のタイミングでもう赤騎士様出してくれていい。あれでも唇の凍傷の時何出たんだっけな、思い忘れちゃったな。あれ颯くんのバルキリーだったかな。いや、颯くんのはね結構早く出てたような。颯くんだけに早い。はい、三雲ちゃんペイントも出してほしいです。いろいろ出してほしい。歌の力を。77コンボちょうど良かったですね。ミスしました。まだフルコンボできてねえんだ、それはこの楽曲。全然ね、イベント進めるのも進められてないですから、今月は、厳しいな。館長イベントもね、エーテルループとかできませんでしたから、まあそれでもね、エナジーエーテルは600個近くあんのかな。なので全然プレイしようと思えばプレイできるんですけど、時間がありません。フルコンボならず、残念。フルコンボすればね、ちゃんとね、歌唱席ここ取れますのでね。この銀河のすべてに、私の歌を届けるわ。そう、コメントでね、なんかまだ始めたばっかりでどうしたらいいですかみたいな質問いただいてたので、ちょっとまあそれもね、返信しなきゃとか思ってたんですけど、まあたまには、そうですね、本当にガチ初心者様向け、みたいな感じで、やってみるのも、まあいいかなとは思うんですけど、いろいろね、その人のプレイ環境とかにもよるのでね、一概には言えないんですよね。まあ、たまにその攻略まとめみたいな感じでね、動画を作ったりはしておりますので、まあそういうタイミング見ていただければ嬉しいなっていうのと、あとは生放送ですね。総力ライブのイベント中、月中ですよね。月中過ぎぐらいか。に総力ライブのイベントやりますのでね、生放送やるので、まあ、ほんとね、口で喋った方が早いですから生放送見に来ていただいて、まあ、そこら辺でね、チャットでボーンと質問投げていただければね、喋ってお返しするお返事することができるので、そんなところも、まあ、参加していただければ、まあ、もちろんね、動画にコメント入れていただけるのは本当に嬉しいのでね、どしどしとコメント入れてください、お返しできる限り。文字打ちが苦手なエウレカさんですけど、お返しできる限り頑張ってね、お返事していこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。さあ、みくもちゃん、本当に良かったですね。本当に良かったです。そうですね、ここんところあとはデルタ勢ばっかりの衣装なので、来月あたりでそろそろ、まあ、マクロスセブン、セブンキャラが来るのか、ミンメイさんなんかしばらく放置されてるんじゃねえの。あ、そんなことないか。一応ランカちゃんと一緒にね、ターコイズニャンニャンだったかな、ミンメイさん出てたんで、バサラキュンとミレーニュか、そこら辺が来てないような気もします、まあ、とにかくデルタラッシュだって、マキマキが、そう、先月末だったかな、マキマキのバレンタインマキマキの次に闇マキマキが来たんですよね。で、そして今月に至ってはフレイヤちゃんが連続なわけじゃないですか。ねえ、星5衣装フレイヤちゃん2回連続ってね、まあみくぶちゃんのね星6衣装もかなり連チャンでね、2ヶ月連続かなぐらいで出たぐらいですから、まあまあそこら辺のバランスはあんまり気にしなくていいのかもしれないですね。まあとにかく取れるものを取っていく。そして特別演出動画まとめたり、イベント動画アップロードしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。そうしましたら、今回もご視聴どうもありがとうございました。